N5200、N5200、N5200 は日本電機が開発、販売していたパソコンのシリーズ名。ビジネスパソコンやオフコンワークステーションに分類されることもある。最初のモデル、N5200 モデルレ5ゴは1981年7月に発表され、12月に出荷が開始された。また、N5200 シリーズの発展型として、 N5300 シリーズも存在した。通常は、スタンドアロン利用のためのアプリケーションソフトも用意され、ローカルのハードディスクをデータストアとして利用できる。スタンドアロン利用の際に使用される、オペレーティングシステムは、TOS というものである、オフィスプロセッサ、N6300 は除くと連携して動作している。時にワ NTOS もしくは、専用ワークステーション版の ETOS にて稼働。 通信系のオプションを装着することによりヤコス系、メインフレームの端末として機能したほか、N6300、N6500、S3050、S3100S モデル系のオフィスプロセッサのターミナルコントローラーとしても機能し、N5200 を介して電子組み版システムを実現した N5170 もある。派生系としては、 ワードプロセッサに特化した文豪シリーズのほ p o スシステム向けキャッシュレジスター型端末、およびメインフレームのコンソールがあった。キャッシュレジスターは、N5200 ベースのハードウェアをベースに、キャッシュレジスター型のキーボードや、レシートジャーナルプリンター、CRT ディスプレイ、または、キャラクタディスレイ、レジ係および顧客用を備えた端末に、トスとトスベースで開発された POS インターフェースおよび、 ポス用ソフトウェアを搭載していた。N5200 シリーズ向けの周辺装置、一部制限、あるいは接続可能だったほか、N5200 がサポートしている規格でのデータ通信に対応。ポスソフトはパッケージソフトウェアのほか、規模導入店向けにはカスタマイズによる個別対応が可能だったことから、各種専門店、オートバックスセブンほか、食料品店、家電量販店、 ヨドバシカメラほか、コンビニエンスストア、大手では、ローソンと合併前のサンクスが採用、飲食店、スカイラークなどなど、幅広い業種の多数の企業で使用された。ビジネスデスクトップアプリケーションソフトとしては、表計算ソフト、ランプラン、ワープロソフト、ランワード、データベースソフト、ランファイル、グラフ作成ソフト、ラングラフなどが用意された。ライバルは、 富士通の K1 お及び Facom 9450FMG シリーズであった。こちらの陣営もランシリーズ対抗製品として EPOC シリーズというビジネスデスクトップアプリケーションを発売しいた。また、日立製作所の2020や IBM のマルチステーション5550もライバル機種の一つであった。 もともと、N5200 は PC-9800 シリーズと非常に似通ったハードウェアアーキテクチャを採用していた。CPU も X86 系、メモリの割り当てや Io チップもほぼ同じ。ベレム部分はどちらかというとハイレゾ系の PC-98 と似通っていた。VZ エディターの移植は PCVAN の N5200 シグのサブオペをしていた。 小川清が言った。その際、PC-9801 用の一つの命令をコメントしたところ画面が高速になったとのこと。当時、NEC はパーソナルユースとビジネスユースにて異なる事業展開を行っていた。このため、N5200 シリーズが大型コンピューター系の事業部、PC-9800 シリーズがパーソナルコンピューター系の事業部で、 事業展開を行っていた。N5200、初代の機種を除くの筐体前面部には、PC-9800 シリーズには、装備されていない、起動する OS を FDD、N5200 に接続された、HDD、前日のオフィスプロセッサリモートのいずから取得するかを切り替える、専用のスイッチが装備されていた。N5200 の技術仕様は、 優勝の開発キットに付属しており、公開情報だけでは N5200 上で利用可能なすべてのハードウェア資源は使えなかった。ただし N5200 の MS DOS 上で動く VZ エディタの移植において小川清が PC-9801 のアセンブラのソースコードを一行ずつ注釈にしていって確認していたら画面の高速スクロールモードが実現した。 このように公開情報に基づかずに未公開のハードウェア資源が利用できる場合もある。トスパーソナルターミナルオペレーティングシステム後年の発表資料ではパーソナルテクノロジーオリエンティッドシステムは日本電機が n 五千二百用に開発したオペレーティングシステム。1八十一年当時十六ビットパソコン用の汎用 OS である CP M-86 や MS-DOS はまだ、米国で開発されて間もなく、機能が乏しい上に日本語処理に対応していなかった。機能の欠落としては、ジョブ管理システムがないため入出力処理と演算処理を同時にできない、メインフレームやオフコンで、一般的だった、作品順編成ファイルが扱えないことが上がった。また、OS を自社で開発することで、 技術力を誇示する狙いもあると見られた。これらの汎用 OS には期待できないとみて、日本電機は N5200 用に TOS、富士通は FACOM9450 用に a p p x を開発した。ただし、それぞれ MSDOS や CP-M-86 も用意されている。TOS のファイルシステムはメインフレームとの互換性を保つため、 IBM 形式フロッピーディスクを採用し、文字コードは e b シ d ディックを採用した。コマンドやプログラムの起動方法は、アルファベットでプログラム名を入力するほか、あらかじめプログラムを複数登録しておいて、点キーで数字を入力、選択するメニュー選択や、あらかじめ決めたプログラムやキーボード入力を連続的に実行するバッチ処理に対応していた。 ユーザーは2つのジョブを同時に実行することができ、また各入出力装置には制御用タスクが用意されて、入出力の終了を待つことなく元のジョブの処理を継続することができた。トスは N5200 モデル98-105以降は PC、PC-9821 シリーズ98メートル A の第2世代である PC、PC-9821AP2 や、 PC-9821 アーズに及び、その後の PC-9821 アンジョで動く PC トスに移行し、N5200 シリーズと同じキー配列の PC、トスキーボードが付属する PC、トス、プリインストールモデルの環境に引き継がれた。ノート型においては、トス用のキー配列の PC-9821 ナノセカンド 340P が発売された。 また、ランプラン、G などのランシリーズは、PC トスを経て、最終的にはマイクロソフト Windows 上で動く、アプリケーションソフトになった。1990年代に入って、パソコンの3 2ビット化が進んでくると、汎用性に乏ぼう CN5200 は、市場から、フェードアウトしていった。もともと NEC は、過剰なダウンサイジングは行き詰まると判断していた子も、あり。 あくまでアコスのような大型コンピューターが主流に残ると考えていたが、それにしてもマイクロソフト製 OS をベースとし、広くサードパーティーが展開し自流に乗りやすい PC9800 の方を主役とせざるを得なかった。N5200 はアコス連動の限定的な環境として細々とのみ存続し、PC-9800 シリーズが、 NEC-9821 へと発展した頃と同時期に開発が終了した。トスの2000年問題もあり、すでにほとんどのポスシステムがマイクロソフト Windows をベースとした次世代機に移行している。NEC は Windows 化後もポス分野で一定のシェアを保っているが、ほとんどが Windows ベースのポス端末が主流となり、それまでポスシステム端末に参入していない。 ハードウェアメーカーが多数参入した上、周辺機器については、オリボスやオパンポス規格が提唱され、周辺機器の規格統一が進んだため、他メーカーアップス端末への乗り換え障壁が格段に少なくなり、他メーカー機種に乗り換えられる例も発生している。なお、前述の通りトスは2000年問題で不都合が出ることが判明しているが、1999年の時点ですでに、 過去の企画とされていたため、対処は行われていない。ただし、PC-9800 シリーズ用の PC トスについては、バージョン2.5以後において対処が行われている。モデル例後にはラップトップ型も登場した。オフィスプロセッサのワークステーションとして、連携動作する機能が追加された。そこで、PC-9800 シリーズのソフトウェアを公式にサポートする。 98プラットフォームの採用を歌い文句に以下の N5200 モデル98シリーズが発売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。